ふう、再開していくぜ。ナナリーも仲間になったっちゅうことで、とりあえず左の真ん中に行ってみようか。せやな、せやな、せやな。この上だね。洞窟がありますね。ってことは上に町かい？ある。さて、お、あれちょ、マッチョ隊に、マッチョ隊に話しかけられへんの？ここの町。ちょっとお前ら、お前ら、これなんだ、これ何の町だ、これ。平和な村。お、どうも旅です。なんかすごい外見してるけど、魔物を見るかのようなブルブル。どう見ても魔物ちゃうか、お前ら。落ち着かない、落ち着かないわ。羽とか意味わかんないし、ふざけんなし。早く人間になりたわい。やっぱり人間の村じゃないんだな。羊を見ると気が安らぐな。独特な村。うおい、なんなんだこいつ。おい、なんなんだよこいつらはよ。やあ、旅人さん、やたら広い武具屋へようこそ。広すぎだと思うかい？とんでもない、これでもギリギリなのさ。売り子の図体でかいからね。怖いんですけど。怖いんですけど。これ買うか。クロマ買っちゃるか。買っちゃるか。魔力どんぐらい上がんの。12か。まあまあまあいいんじゃない。あー、防具は全然買えないな。回復アイテム買うか。回復アイテム、うわーうわー、怖え。こんなまがまがしい店員初めて見たよ。こんな、初めてだよ。RPG 史上初めてじゃないか、これ、こんな。セット、セット。あ、セット売ってない。あ、売ってる、売ってる。チョコセット3。8個。19個あれはしばらく持つだろう。うむ。南の魔女は恐ろしい女だ。旅人さんは近づいちゃいけないよ。何かあってから遅いんじゃ。南の魔女って、あれもう倒してきたけど。もしかして順番逆だったか？この間村に来た旅人さんに聞いたんだけど、肉食の村って怖い村があったらしいね。今は人間はいないらしいけど。なんでも今は子猫が住み着いてるらしい。サブイベントっていうことか。まあ、とりあえず全員仲間を回収してからサブイベント巡りに行こうかなと思っておりますが、それじゃ遅いのかな。わーい。あ、一応人もいるんだ。この体になってからというもの、食欲がめっきりなくなっちゃった。この体になってからっていうことは、もともとは人間だったのか？酒をいくら飲んでも飲んだ気がしない。あんなに弱かったのにな。なんだか胸にぽっかり穴が開いたようで。もう飲む端からダラ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 喉からこぼれてるんちゃうか、それ。買い取り屋さんね。男かける男のカップリングに、不祥の喜びを感じるよ。こいつ不女子ってやつか、これ。お酒はほどほどに。一泊五百、あ、泊まるお金すらないわ、これ。微妙に MP 減ってないんですね。ヒットポイントはちょっと減ってたけど、まあいいか。ケンタロスがおるな。農作業は楽しいな。その体でどうやって農作業するんですかい？僕は悪いスレムじゃないよ。なんちゃって。早く呪い解けないかな。呪いなんだ。おい、ドリュー一個。村に入ってきた途端暴れ出した凶暴な村人たちが捕まってるよ。危ないから柵の中に入らないでね。おい、ドリューたち。捕まるほどここの村人たちは強いんか。なんやそれ。ここ、町長の家か、これ。どうしたものか。悩み者だ。おい？おやおや、旅の方ですね。こう立て続けは珍しい。立て続けに。こっちはケイとかリュウカちゃんどっちがいるんかってことだな。俺、仲間探す。求人広告。うおってなんなんだ。なぜかたこと。だ、こいつ。どこからか声が。やはり我が声が聞こえるということは、やはり貴様ら。見ての通り魔物さん方で。まあそうですね。まあ深い事情がございまして、簡単に言ってしまえば呪いのせいでございます。まだ人型を保っている私もですね、脱いだらすごいですよ。聞いてねえよ。バッキバキですから、どういうことなんだよ。呪いってのは何のことですか。もともとこの平和な村の村人たち、住人たちは普通の人間たちでございました。
なんと。しかし平和だったこの村にある一人の女性が現れました。彼女は魔女。わかってると思うが俺じゃねえぞ。南のっていうことはあれか、南の大陸っていうわけじゃないのか。なるほどね。南にある洞窟に住んでることからそう名付けられた恐ろしい魔女です。想像以上に安直で吹いた。結構活かしてるとも、なんて言えねえ。だなり。彼女は気まぐりにして残虐。突然現れた魔女によって村全体に呪いがかけられてしまったのです。それが魔物化の呪いということか。いざ、イグザクトリー、その通りでございます。一瞬あの、オカマ魔女かとも、ちらりと思ったから、違うみたいですね。そりゃ、ここにいるしな。あんなことをする人だなんて。近所に住む絵師、プライバシー保護のためもさ、ナナリーがいなかったら、もう、けなしまくりなわけやな、これ。やってろ。まあ、私たちのことはどうでもいいのです。このような姿になってはしまいましたが、特に不自由はありませんし。はぁ、あ、そういうもんか、そういうもんすよ。貴様が言うとなんか妙に説得力があるな。それでご用件の方は、先ほどこのアホの喧嘩が言いそびれたかな。旅の連れを探している。特徴はアホとオカマと変態。オカマはいるだろ、ここに。カマっていうのはただの女装だわ。女装だったんだ、それ。それもどうかと思うっす。心当たりというわけではないですが、確かに一人あなた方の前に旅の方はいらっしゃいましたね。可愛らしい少女、リュカちゃん来た。これちょっと訳ありで、今私と同じ黒いローブを着て外を散歩してると思いますよ。黒い、お、上にいたやん、リュカ。すぐ上にいたやん、それ、リュカ。おいおいおい、おい、リュカ、リュカやろう、お前。ふーむ、ふーむす。おい、肉汁読んでやれ。薬草一つくださいな。やっぱリュカ姉ちゃんす。久しぶり。似合わぬ格好しよって。なんでそんな格好してんの。どうも、肉汁のそれにみんなも。皆さん無事でよかったです。さあ、目当てのものを見つかったことだし、行くぞ、肉汁。あれ、もしかして、もしかして、魔物の姿になってるとこじゃねえか、リュカ。お腹でも痛いんすか。僕、旅続けられます。なんですと、涙をぬぐって、さよならバイバイ。わかんない、こいつ取った。おい、ピカチュウじゃないわ、お前ら。魔王のビールじゃないですか。魔物になっちゃってるんじゃないかい？僕、魔物になっちゃったんです。魔女の呪いを受けて魔物の姿になっちゃったんです。別に構わんよ。全然構わんよ。魔物の姿でも全くもって構わんよ。別にいいじゃん、魔物の姿でも。そうだよね。恋する乙女の心がみじんも分かっちゃいないっすね。おめえ男な上にガキじゃん。それでも分かるもんすよ。どんな姿じゃ、僕。それ見せてくれよ、どんな姿なのか。太ってるってことなの？別にいいよ。別にイエティみたいな感じでも全然構わんよ。そういう問題じゃねえ。そう突っ込む。南の魔女だったか、話をつけてくる必要があるかもな。はぁ、なるほど。もう、構わんけど、全然、全身毛むくじゃらでも全然足は構わへんけど、むしろ逆にその方が若干興奮するというか、なんというか。まあいい、すぐもう。おー、雪やな。目を合わせないでください。滑るのかい？お、魔物っていうか、村人か。いい音って、誰かを助けたいって顔だもん。ただ無理だけはしちゃダメだよ。わかった。あ、閉じ込められはしないんだな。よかった。お、雪だるまがある。防寒着。はぁ、あ。わーい、わーい、楽勝やな。特になんかあるわけじゃないんだな。階段がありますね。宝箱がきっとあるんじゃないでしょうか。ありましたね。天国の香り、天国の香り。全体 MP50 回復。藤山芸者。なんなんだよこいつらよ。本当に相変わらず名前がひどいんだから。とりあえずゴリゴリ総攻撃で。お、なんかありそう、なんかありそうですじゃないですか、あそこ。どうですか、ここなんですか。なんか、絶対なんかあるっすよ。絶対なんかあると見せかけてなんもないんですね。そうなんですね。女王文字。楽勝やな。楽勝やな、これ。ところ、女神の風。確かラストエリクサーだかなんだか、その、ダッサラ失敗。こいつもどっかで見たことあるな。
脱サラ失敗してないのにホームレスになったってそういうことなのこれ。おい、なんか絶対ここ、絶対なんかある。絶対なんかあると見せかけてやっぱなんもないんですね。残念な限りです。上に行ける。おい？おい？特になんか床が滑る仕掛けがあるわけではないんだな。楽勝、楽勝ですな。やっぱ総攻撃なら楽だね。楽じゃねえ。同じような景色で迷いそうだなこれ。とりあえず、おい、だからソリュード、装備品か、兜か、上がる、遊びできない、じゃあ装備しとくか。そろそろ MP がなくなってきたか。回復するか。4チョコ3。ピロンピロン。セットがあるからね。単品の方はもうガンガン使っちゃってええんじゃないかっていう。ええんじゃないかっていう、そんな感じするよ。お、イベント。寒いっす。その格好じゃな。な、南国気分な格好でいるからですか、ボンタン。ひどすぎるっす。肉汁兄ちゃんは平気なんすか、ピンピンしてるみたいですけど。見よ、この涼しげな顔。寒いんすね、本当は。しかし、この洞窟に住むとは物好き魔女もいたもんだな。そうっすね。さっさと倒して、さっさと暖かい地上に戻りたいっすけど。そうっすなんだ、こいつは。新春者の皆さん、おいっす。あ、蝶さん、うざって。喋り方がうざってーぞ、こいつ。村の呪いを取りに、解きに来たってか。マジ、きめえ。我が南の氷結洞窟の魔女様、来た、これ、お前ら死亡、時間切れ。わしは奥で待ってるぞ、さすがに、よ、ひ。2チャンネラーってことなんだろうな、多分な。そりゃ無言にもなるわな、これ。そりゃ無言にもなるよ、ほんとに。だから、4チョコ 3×5。総攻撃。オッケー。どっちに行くのが正解か。こっちに宝があるんじゃないか。こっちに宝があるんじゃないか。あるんだったね。あるんだったねってなんだこれ。いちご牛乳。回復か。いちご牛乳。あ、なくね？いちご牛乳なくね？装備品かよ、これ。まさかの装備品。大ゲラか、10も上がるか。そうか。こっちつけとくか。防御力大事に。よーし。ボス前には回復ポイントがあってくれると嬉しいんだが、そこら辺どうでしょうか。レベル35。サクサク上がってくね。サクサク上がってくね、これね。さて。相変わらず長いね。まあ、短きゃ短いで、あっけないなーっていう感じはするんだろうけど、まあ、ちょうどいい長さなのかもしれないね、これぐらいかな。ただ、なんつーの？ただ、なんつーのかな？なんとなくなんかこう仕掛けとかがないとちょっと若干寂しい感じはするね。RPG 的な意味で。スタープラチナ。ね、時止まるんとちゃうかこれ。星々に燃える流星のごとく。つうか新しい技覚えてんじゃんこれ。チャリオッツとか、絶対無敵の戦車のごとくって。これジョジョか、これジョジョネタかこれ。聖なる光で相手を狙撃。ハイマットバースト。なんでこれだけこっちにあんの？無か。あー、なるほど。わー、ボスっぺー雰囲気するなー。回復すっか。でもなー、回復くんいそうだしなー。回復くんいそう。まだ先がある。つーかー、回復くんつーかー、王様たちがいるんとしちゃうか、どっかに。
いてもおかしくないよね。うーし、ぐるっと戻ってる気がするけど、こっち。あ？お？お？お？あーやべ。ふーむ、だいぶ進んだな。回復しないよ。そろそろ魔女のところに着きそうっすね。奴の話はやめろ。俺も一刻も忘れて。さあせん。しかし、村全体を魔物に変化させる呪いか。ただごとじゃないわな。そうやって全世界中の人間を魔物に変えてしまえば、我が輩の声もさらに大きく響き渡る。まあそう考えてみると悪くないかもしれん。君は実にバカだな。でも呪いにかかって魔物になれば誰でもキーファの声が聞こえるようになるんですかね。どういうことだ？同じ呪いを受けたリュカ姉ちゃん、キーファの声聞こえてなかったみたいだし。なんか引っかかるんすよね。ていうか、まあ、逆に特別だっていうことか。また出たー。さっさと先に進むっす。長居は無用だよな。魔女に会いたい。いいから来なさい。左側何があったのかな。寂しいな。しまって戻ろう。左側になんかあったんじゃないかだよね。わわわわ。ところ的に、うわーあるー。もう反対側じゃないのよこれ。もうしょうがないね、もうこれ。しやっと来たぜ。15,000。ヒールゼリー3。エンジェルソーダ。まあ、お金は嬉しかったけどね。じゃあ戻るかい。さーてさてさて。おお、いるウィースウィース。雪は苦手だな、寒いし歩きにくいし、それに。この頭のせいでちょっと同化しちゃうんだよね、背景と。まあ、肉汁も言うたら同じようなもんやけどな。寒いのよ。肉汁で温まりたいな、なんて。もう、ミカも可愛いな。このままじゃここへ出てしまうぞい。なんて言わねを吐いてたわし、さようなら。強いバーンズを、こんにちは。肉汁肉汁と、実はこの背中の羽特別素材でできとってくるまると暖かいんじゃよ。これでこの洞窟は乗り切ったも同然。備えあれば憂いなし。しぎろうかしら、羽。240圧壊。4時間46分。もうちょいで5時間か。温かい味噌スープが飲みたいの。お疲れお疲れ。次のマップでそろそろゴールかな。ゴールだと思いたいところではあるが。さーてさてさて。お、ゴールっぽい。ゴールっぽいでーす。ゴールっぽいでーす。4チョコ3。4チョコ3は完全に無駄だった気がするけど。まあいいか。おい、これ魔王出て、魔王じゃない。魔女出てこいよ、これ。しかし、あの結託クソ悪いババア、気配も感じないな。肉汁兄ちゃんどうするっすか？引き返そう。選択肢の意味ね。うるせえじゃなくて、この声は。もう、さっさと戦闘になろうや。草棒ボス。出やがったら、辛い汚しがてめえのせいで、なんか俺まで恥ずかしい感じだぜ。さて、もう逃げ場はないぞ、クソババア。なんか調子狂っすね。大方それがやあやつの狙いだろうよ。少子千万いいところだな。まあふざけるのもことこまでさね。あんたたちが魔王様を狙う不届き者たちだね。はあ。我が輩たちを知るか。まさか貴様。ファンの方ですか？なぜ最初から我が輩たちを直接狙わなかった？こうやって呪いを振りまいていたら、いつかあんたら餌にかかると思ってね。まあ人を苦しめるのが楽しかったってのはあるけどね。ゲスがヘドが出んぜ。言葉もないっす。ひどい、醜いな。実に醜悪だ。見てくれだけかと思えば中身まで腐り切った腐れババアや。人間を困らせる大いに結構、否定はせんわ。だがな、その動機づけだけに、動機づけに我が輩たちというのが、恐縮です。喜べ、せいぜい、その心の痛み、真の魔王の炎で浄化してくれるわ。言ってくれるね。ならやってやろうじゃないか。村一個包むほどの魔力その身で受けてみればいいさ。へそで茶が湧くぜ。てめえの魔力は知らねえが、本当の魔女の力を教えてやるよ。この灰色のナナリー様がな。はーん。下半身完全魔物なわけですけど、これ。とりあえず魔王の鎧からだな。天と行。何が効くかっていうとこだが、とりあえずチャーリーを使ってやってみるかい。
チャリオース93、聞かないね、全然聞かない。スタープラチナは312、これが効くな。おいおいおい、ガッチガチやで。素早さがとうとう肉汁を上回ってしまったか。377、強い強いです。まナナリちゃん強いです。よし、まだ魔力上がるね。そろそろ自分上げるか。うわぁ終わっちゃった。これなんだよそれ。さあせん点で大したことねえよな。お疲れ様っす。心のブスは一番手に負えんな。お、ゆこ来た、治ったん。遅いぞ、ましか女。もう終わった、すべてな。リュウカ？どうなの？まさか治ってないのか？我が輩の存在を忘れるな、クソリュウ。そこ重要っすか？ダメなんですか？姿元に戻らないんです。魔女は倒したのにどうして？センスながら私めが説明しましょう。恐縮です。姉ちゃんの呪いが解けない理由わかるんすか？まず最初に、南市の魔女を倒してくださったことにお礼を言わせてください。村の者もみんなもあなた方に感謝しています。おかげで我々の呪いは解けました。あなた方は我々の英雄ですよ。呪いが解けただと、ならなぜリュカの呪いだけ未だこうして残っているのだ。それは彼女にかけられた呪いだけ我々と別種のものだからだと思われます。彼女にかけられた呪いは魔女の呪いの中で最も悪質な、怪獣は必要な呪いなのです。なんだと。呪いには2種類あります。術者の死や死者、ふとしたきっかけが原因で解かれる軽度のもの。そしてお嬢さんがかけられた術者の死によっても解かれることのない、別途の呪いの解除が必要な重度のもの。魔女はおそらく、彼女の美しさ、若さや美しさに、ひどく嫉妬したのでしょうね。彼女だけが、我々と違う呪いがかけられた。なんと申し上げればいいか、言葉もありません。つうかさ、村長さ、もうそれ、フード被ってる必要ないんじゃないの？謝罪は必要ない。食いる必要もない。ただ呪いを解く方法があるならば教えてほしい。わからないそうです。こんな呪い今までなかったそうだから。シンバちゃんなんとかならんわ。呪いが解けないって決まったわけじゃないみたいです。ルカ姉ちゃん。え、裏のみんなもすごい人なんですよ。いつまでもいていいって言ってくれるし、ご飯も美味しくって。ルカー。別に構わんよ、その姿のままでも。僕のことはここに置いていってくれませんか。やだ。もう、そんなこと言うなやるか。魔物の姿でも君と一緒なら、そうも思ったんだけど。僕バカだからダメなんだ。いくら吹っ切ろうとしても醜い姿のまま君と一緒にいたくない。こんな姿見られたくない。まあ、そうやな。まあ、そうやな。女の子やもんな、リュカは。だって僕。納得できねえよこんなの。おき、お、こちら必要なのは一握りの勇気とタイミング。お姫様の呪いを解く方法は昔から一つだ。肉汁。王子様のキスでってことかい？目閉じて。もしかしてそれって。あらあら、あらあらあらこれ。おう。元に戻ったんかこれ。大胆す肉汁兄ちゃん。貴様時と状況、いわゆる TPO をもう少しわきまえてた。なにキーファー、恥ずかしがってんのそれ。ゆか姉ちゃん、戻ってる。バカな、なんと。マジかよ。肉汁兄ちゃんのキスが奇跡を起こしたっす。我がキスは世界を救う。まさに愛の奇跡としか呼びようのない、しかしながらなんと素晴らしい奇跡だろう。あのね、あの僕、やっぱり君のことが大好きです。たく。やはり人間は素晴らしい。信じた我々は間違いじゃなかった。それは一体。我々はもともと魔物だったのですよ。ただし戦いが嫌いに、嫌になった。もしくは人間のことが好きな魔物だったのですが。じゃあ最初から呪いなんて。家かけられてましたよ。勘違いの呪いをね。もともと我々は人間だったと。裏切った我々に怒った魔女によって偽の記憶が植え付けられた。もともと魔物の我々が人間に戻ろうとする。その様を楽しんでいたようですが、あなた方に救われたのです。そして素晴らしいものを見せてもらった。どうぞこれをお持ちください。司法官、
もともとはこれを死守するように魔王様から渡された玉です。しかし今ではこれをあなた方に渡すことこそが正しき道と確信を持って言えます。あなた方の目的は分かりませんが、ですがどうかあなた方の進む道に光あらんこと。僕もお世話になりました。この恩は僕の一生をかけて尽くしてみせます。だからずっと見ててくださいね、肉汁くん。龍が来た。これ残るは変態か。残るは変態か。これあの時肉汁兄ちゃんが聞いた声ってもしかして。わあ、なんやそれ、シンバ。気のせいやないやろ、それ。ゆかーのレベルが一番高い。どういうことなんですかね、これ。特殊はなんか増えてんのかい？小吉、ソフィー。外見より内面な貴重な薬草。幻の男の薬草。カルシファー。瞑想。戦闘不能回復。サツキ草。カルシファーね。結局全部あれなんだ。全部ジブリ系っていうの？とりあえず、リュカに武器買ってあげたいけど、9万が溜まってるな。買えるか。とりあえず次の街行くか。ギャンギャン、話変わってるかな。そういえば、下の街探索するの忘れてたな。おいっす。どうも、肉汁さん。ようこそ平和の村へ。ゆっくりしていってください。何関係ですよ。よかったよかった。下に、マイナス4ギュンギュン。落ち着かない、落ち着かないわ。何これ、もともと魔物とか意味わかんないし、ふざけんなし。早く人間になりたい。結局人間になりたいんだな。僕は悪いスライムじゃないよ。いや、ほんとに。でも、肉汁さんも必要以上に魔物をいじめるのは嫌だよ。言う必要ないだろうけどさ。散々、殺戮を繰り返しておりますが。はぁ、肉汁さん一緒に畑耕していくかい？平和な村なら唯一一番まともな村なんじゃないか、ここ。平和とは何者にも変えがたいですな。悩みがないのも悩み、ある意味悩みもんだよ。贅沢かな。やあ、肉汁さん、ようこそ平和の村へ。あなた方が導いてくださった平和です。ゆっくりなさってくださいね。一番まともな村だな、ここは、ほんとに。救った甲斐があるってもんだぜ、これ。あれ、いなくなってる。柵に入れてた旅人たち、ちょっと目を離した先に逃げちゃった。まあ、悪い人たちじゃないみたいだし、いいんだけどね。パーブー。もともと高校生でした。もともとザルでした。もともと腐ってました。そうだよね。そうだと思ったんだ、君たち。とりあえず武器防具見るか。ギャオー。武器武器。サトシのバットか。どっちがいいんだろうな。こっちかな。でも攻撃力はあった方がいい気はしないでもないけど、やっぱり、リュカちゃんも魔力系でいくか。これ買ったって。防具なんか買おうぜ。ビームス。ビームス2個買うか。あと、ビッグを2個買って、これで最強、一応最強装備か。ビームス2。ウィッグ。ビームスにウィッグ。まあまあ、ええんじゃない？まあまあ、ええんじゃない？じゃあ、一番最後。変態の元に向かうとするかい、これ。この大陸だな、多分。街はどこにあるんだい？街はどこにあるんだい、これ。あった。お？思い出の村。思い出の村だと。何？どうなってんの、ここ。どうなってんの、ここ。怖い。怖い、怖い、怖い。全員死者ってことなのかい、これ。誰にも話しかけられん。一人ぐらいは生きてる人がいてもいいんじゃないか？お、いる。なんだい君は。おや、旅人さんだぜ、珍しいな。大したもてなしもできないけど、歓迎だけはするよ。ようこそ思い出の村へ。お邪魔してます。ゆか元気いいな。どうやら他のと違って生きている人間らしいな。この村何なんすか。村の人に話しかけても返事どころかピクリとも反応しないし、透き通ってるし、なんか怖いっすよ。気持ちはわかるぜ、坊主。怖いか。
そうだね。彼らは生きた人間。生きた人間じゃない。怖いのも当然かもしれない。生きてる人間じゃないってもしかして。幽霊？思い出の塊。なるほど。理解できるんだ、この村を。ここは思い出の村はね、世界のみんなの思い出の残りがなんだよ。残りが？なるほど。道理で魔力も感じねえわけだ。厳密に言えばこの村は存在すらしていない。幻影なんだ。あの村みたいなもんか？この世界の住人が感じた喜びや悲しみ、怒りや苦しみ、悩み、様々な記憶が触れることのできない。そう。空気のように事象として現れる場所。それがこの思い出の村なのさ。どういうことっすか？ちょっとだけ抽象的すぎるよね。そうだな。簡単に言えば誰かの夢。そういう現象かは知らないけど、誰かが見ている不思議な夢。それがこの地に映し出されている。投射器みたいなものさ。僕は誰かの夢のたった一人の観客。わかるかな？理解できなくて当然だ。我が輩にもわからん。概念的な話は捨ておこう。それで君たちはこのセピア色の大地に一体いかなるご用件だろう。自分を探してます。なんという思春期の悩み。勝手に探してる。僕たち仲間を探してるんす。仲間？どんな情報でもいいんだがな。期待はしておらんが。ここだあたりはないっすかね。もしかしてだけど、こんな人じゃないかな。まさにその人です。ケイト。すごい本物みたい。何してやがんだこいつは。俺面識ないっすけどね。なるほど、賢者さんが君たちの仲間か。彼なら数日ほど前この村を訪れたよ。いろいろ話をさせてもらった。こういう摩訶不思議な存在は奴の大好物だろうしな。それで賢者さんは今どこに？この村から西の方角に草に覆われた大自然の洞窟がある。西の残留洞窟。この村と同じようにどこかの誰かの記憶が。はぁ？ケイトのやつ。その洞窟に向かったんすね。ただ賢者さんにも言ったんだけど、一つ気をつけてほしい。洞窟には記憶泥棒がいる。彼は誰かの記憶を食べるんだ。普段は記憶の洞窟で住む、洞窟の記憶で住むんだけど、時々悪いことに人を襲う。この村の思い出も何個かやられたし、何人か痛い目も見た。僕自身何とかしたいんだけど、いかんせん頭は、悪賢くってね、立ち打ちできないのさ。記憶泥棒か。最初から種が分かっていれば恐るるにだらんわ。早速後を追いかけるっす。いろいろありがとうございますっす。役に立てたらな、何よりだよ。それに何と言っても僕自身、七枚の人間と話すことなんてほとんどないからね。とても楽しかった。寂しくないのかい？寂しいよ。時々笑っちゃうぐらい寂しいさ。でもね、人間っていうのはさ、結局この村と同じなんだと僕は思う。思い出の積み重なりで、人はその存在を確立させている。いわば記憶の残り香が人なんだ。新しい記憶に古い記憶は塗りつぶされて、やがてまた新しい君ができる。昨日生まれとは確実に違う新しい誰かだ。結局はこの思い出の村と同じさ。同じことなんだと思うよ。なんか随分悟ってるけど、気が向いたらまた遊びに来てくれ。僕はいつでもここにいるからね。本当に生身の人間なんかこいつ、このあの人は。マッチョ！マッチョもし、マッチョ！おいこれ！わー、教会か。じゃあ、とりあえずだな。下に向かうか。新しい部下売ってないんだな、ここな。他に建物ないの、ここ。ベリベリ。情けだな。オッケー。で、どこに、ここか。あそこに向かえばいいんか。そうっぽいね。一応セーブしての、ゴーゴー！ここも灰色なんかい。宝がある。記憶泥棒に注意。なんかある、なんかあるね。あれも思い出ってことか。この洞窟に昔々チャレンジした人々の、ってことかい？魔物と戦ってるね。ブックオフ。ブックオフ。クラウチング。クラウチングスタートってこと？おい。うわ、あんまり効かない。オッケー。なな、言われ、レベルアップ。女神の風。おう？逃げてるってことか、魔物から。花。藤木マイラ。かわいい。意外とかわいい。
ようやく君に成しです。いやーなんかいいね。なんかいい雰囲気だね、すごくね。翔平ヘヘイ、またすごいのが出たな。魔王のさ、これやってくれたらいいんだけど、あんまり効かないのかい。効くじゃん、それやろうよ。それガンガンやってこいよ、それ。お、スライムちゃん。お？ルーンガム3。よし、やってくれるときはやってくれるんだけどな。こいつのターンのときはそんなに効かないんだけどな。お、18000。お、しかしだな、思い出の村だったが、あの村でも思ったが不思議なものだな。目の前にあるというのにこう蜃気楼のような風。お前も実体ないけどね。そこ突っ飛んじゃいますか、そこ。でも確かに言ってるキーファーもこの記憶の釜だまりと似たようなところあるっすよね。触れられないとことか、触れないところとか。あと、触れないとことかな。どういう思考だ、貴様ら。まあ、とにかく先に進んだっていう賢者さんさっさと見つけなきゃっす。少し急ぎでもしなければあの男捕まりなどしなそうだしな。先に進むとするか。記憶泥棒は出てこないのか。うん。お、おい、なんかそこ、様々な思い出が、こう、想像できるね。魔物から守ってるっていうのかよ、この子。ロンベルクの剣。大剣だったね、確か。はい。ナイス、クリティカルヒット。こっちは、あれか。こっち側に宝があるんじゃないかな？うん？あれ？こっちも進む道か？こっちもまさかと思うが進む道かい？これ。おーい。おい、宝でした。正解。黒メガネ。暗黒鏡。願いを叶える代わりにその者の命を奪う鏡って、これ装備しない方がいいんじゃないか。呪われるんとちゃうか。まあ装備しとっか。 MP がもうなーい。ピロピロー。今回の動画内で、なんとかケイと仲間に入れるまで、やれるかな？なんとかギリギリか。結構もういい時間来てるが、ここのボスまではなんとか倒していきたいところだが。よーし。オッケー。さて。記憶泥棒とやらがどんななのか気になるね。その記憶泥棒とやらの姿形全くまだ見えてないわけだが、つうか王様たちいるんかな、ここ。王様たちもこんながいるんかい。これ記憶となっていたら面白いんだけど。おいおい、肉汁。わからない。そりゃまだ何も言ってねえしな。妙な違和感を感じて仕方ない。わかるか。わかんねえっす。ですよね。残留思念体というのか、先ほどまでそこかしこに浮いていた記憶の残りがたち。つい先ほどの通路からぱったりと姿が見えなくなっている。まるで何者かによって排除されたかのように。記憶泥棒ってことか。何者ってそれってもしかして。給料泥棒！極意。ある意味恐ろしいけど今は違うから、そういうのじゃないから。冷静っす。
記憶泥棒、人間の記憶の残留体を食するという、まあ薄汚いこそドロワーアイの算した野郎だが、我々がすでにそのテリトリー内にいることに変わりはないわけだ。気を引き締めろよ。分かってない。このゴムの切れたパンツ野郎、もう何なのそれは。どういうことなのそれ。つまりダラーっとしてるってことが言いたいわけそれ。お、だからケイトさんはどうなっちゃったんだろうねこれね。おい、先に進む道だ。オリンピア、遠慮はいらねえって全体魔法だったね今ね。宝、宝、あった。下に行ったらぐるっと戻る系、戻るっぽい雰囲気だねこれね。ということなのでこっちに進むぜ。よし、回復行動いやらしいです。オッケー。しかし回復ポイントはないね。回復ポイントは一向に出てこないわけですが、これ。ショウヘイヘイ。ああ、全体攻撃じゃ、全体攻撃だと思ったけど、全体攻撃じゃなかったんだね。何を一体勘違いしてたんだろうね、私はね。おいたー。おいっす。記憶泥棒か、世界にはいろいろいるもんだね。でもやっぱりわからないよね。人の記憶なんか奪う泥棒よりも、下着泥棒の方がまだ理解できるってもんだよ。どこに理解を示してるんだよゲイルは。お兄ちゃん、例え話そんなつもりじゃわ。気持ちはわかるぞ我が息子よ。んありがとう。記憶の奥玉だまりがこの地に残ってこうして目の前にある。考えてみるとなんかロマンチックだよね。そうだね。そう、もう良い思い出ばっかじゃないあたりがなんかリアルかな。なんだか不思議よね。何にしても微動だにせん、やはり君が悪いわい。何くじる。記憶の女の子のパンツ覗いてきてもいいかの。その手があったがバーンズ、その手があったが、今すぐ戻ってパンツ見に行こうやないかバーンズ。146、あーもう5時間経ってる。覗きたいの。私も同意見です。それはもう同意見でございますよ。それスカートの女子の一人や二人おったろあそこ。今すぐ覗きに行きたいとこだけど、これ。まあ、我慢して先に進もうか、これ。ぐっとこらえてる。ここはぐっとこらえて先に進もう。お、イベントか？止まれ、肉汁。向こうから巨大な魔力が二つすごい生やされ近づいてきておる。ケイトちゃんの一人は。なかなかの使い手だぞ。確か一人しかいないんじゃ。あの男は決して口にじゃしておらんな。記憶泥棒は一人だなんて一言もな。そんなの詐欺だ。一匹も二匹も刺して変わるまいて。ズドドドドド。もう何が来るんだい。向こうから来てくれるとありがたい。消し炭にしてやれ。ケイト。もう。なんで先に進んじゃうんだ。全員スルースキル高すぎだろ。いいのかもういいけど。いいならいいけど。いいなら先進むけどさ。ゴーゴー。おう、なんかまた特殊な空間に出たね。さっきは思わずスルーしてしまったが、さっき横切ったのってやっぱり一つの蜃気楼。青春の1ページじゃねえか。もっと薄ぎてねえもんだよバカ。しかしケンジさんも記憶泥棒もいないんじゃどうしようもないっすね。かといってこのまま引き返すのもなんだしな。あ、帰ってきた。はぁ、あ、しんどいっすわ、ほんと。あの人間逃げやし、むっちゃ早いし。よく来た、人間どもよ。スイッチ入ったっす。やれやれ、貴様が記憶泥棒でやらか。いかにも、我こそは人の記憶をむさぼりし、あっき。記憶泥棒なり。ノリノリっす。怖いな。なんか思ったより間抜けな面してやがんぜ。うっせぇ。先ほどはなんだ。やたら逃げ足のは早い男に逃げられたが、どんとミスいった。男は、俺はあの男に負けたんじゃない、あの男の逃げ足に負けたんだ。結局負けてるじゃねえか。とにかく人間ども貴様らの記憶ごしそうになっちゃうぜ。手始めに貴様だガキ。ガキって言うなっす。暗い中で記憶踊り食い。シンバからは盗めないとちゃうか。貴様竜か、王を盗めるんだ。幾万年に至る記憶、貴様の記憶実にうまい。あの一瞬で記憶を。しかしなんだ、一人分の記憶にしては随分とまあ量が多い気もするが、うむうむ。クラクラするっす。
大丈夫シンバ君。ウェーンス、俺は思った以上に厄介か。次は貴様だ若白髪。白髪とは誰のことぞ。いただきます。無だと。貴様記憶がないのか。お前に見せる記憶はない。しびれるっす三ヶ城くん。ヒヤヒヤさせてくれるぜ。何にも不思議に思わないんか他のみんなは。どんな人間でも過去があるはずなのに、この人間にはここ最近の記憶以前のものが存在していない。貴様本当に人間か。あんまり自信ないね。面白い。記憶のない人間は面白い。戦う力もなくなった頃じっくり調べて味わってやるぜ。こぞどろ不正が騒いでくれるな見苦しい。記憶だ。必要ならば持っていけ。我が家たちには不要なものさ。我が家たちは明日を行く。所詮過去など、過去など捨てて灰に等しい。燃え尽きを過去に縛られし王者よ。あらかわいい。あらかわいいんですけど。とりあえずとりあえずスタープラチナやっとくか。魔力上昇78。効かない。じゃあチャリオッツはどうだい。チャリオッツはどうだい。これ408。効くね効くね。いいじゃない、いいじゃない。魔力まだ上がりますね。393。いいじゃない、いいじゃない。あー間違えた、間違えて別キャラの魔力かけた。455。結局また7人の能力上げてるだけで終わるんとちゃうかこれ。どうなんそれ、どうなん。まだ上がんの。そろそろ上げておこうか違うキャラ。よし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 。お、もう上がらない。もうさ、いい加減上がらなくなったか。あー終わっちゃった。結局終わってしまったな。ザワールド聞きそう。お疲れ様でした。人様のものを求める小物に我が輩たちは荷が重かろうな。まだクラクラするっす。シンバ記憶戻らへんのかこれ。あのバカ賢者めどこほっつき歩いておるか全く見当もつかんしな。どうや、なんで上から来た。空から人が降ってきたっす。ケイトくんだこいつは。とりあえず殴ろう。てらい歓迎だな肉汁ショッキングだぞ。グッチョブ肉汁。久しぶりだな二人とも。お互い無事で何より。リュカお前も無事で嬉しいぞ。僕も嬉しいです。生きてやがった学祖賢者め、ご挨拶どなのなり。感動分が足りないぞ。ちっとも感動してねえからな俺が。まあ、貴様がそう簡単にくさばってくれるとは考えてなかったかな。そこの少年、彼が私を助けてくれたのだろう。すげえ、なんでわかったっすか。直感第六感推理になんとなく好きな答えを選んでくれ。相変わらずかよこいつは。そいつの言うことはあまり真に受けなくていいからな。そう言ってくれるのは寂しいぞ。言ってろ。私がこの洞窟に来たのは何も、ただ見物遊山というわけではない。魔王討伐のためさ。司法かい、司法。司法の宝玉。これは世界中の思いからできている。そう言われている。やや語弊はあるがな。喜怒哀楽。様々な感情が渦巻いたとき、玉は渡るべくして誰かの元へ行く。現に司法の宝玉は何かしら問題が起こっている地域で、存在を確認されていることがほとんどなのだ。例えば人を襲うことを喜ぶ魔物が、例えば襲われることを嘆く人間が、司法の宝玉を生み出すのだ。詰まること、厄介事や面倒、はたはた、珍妙、珍奇な物事に首を突っ込むことこそが、司法入手へと繋がるというわけさ。だから貴様はこうして魔物の潜むこの洞窟へ足を運んだと。さすが察しがいいな、キーファ。伊達に魔王を名乗ってはおらんさ。いい気味なんだ、キーファ。はいはいはい。二人とも大人げないっす。やれやれ。ほえ、キー、ゆりかちゃんは相変わらずマイペースやな。だからこんなどうでもいい嘘に騙されるんだ。嘘なのかよ。さっきの話マジバナじゃないの。いや嘘だ。なんでそういうことすんだよ。信じたわが、はい、バカじゃねえの。伊達に魔王を。
やめてくれ、我が愛が悪かった。相変わらずからかいがいがあるな、まったく。まあこれでチャラで受け取れ。おお、これで全部揃ったんじゃないの。プレゼントだ。どういう経緯でこの玉を。奇跡、偶然、必然、希望、好きな答えを選ぶといい。難しいな。まあ秘密があった方が何事も深みが出るというものさ。さあ旅の大会だ、よろしく頼むぞ。また騒がしくなりそうだ。お前が言うな。これで全員揃ったわけだけども、これ揃ったわけだけれども、うん、イベントになるわけだね。少々手間取ってしまったが、ようやっと揃ったな、我が駒たちと四方の宝玉。誰が駒だ、ふざけんなっつーの。そうでしたね、駒にも見たないプースケどもでしたね。まあまあ聞こえてないですけど。だがまあこれで手順は整ったはずだ。うっす、今から我々が向かうべき、覚えているか肉汁。魔王城だ。何のために四方を集めたんだよ、骨折り損じゃねえか。血圧値上昇っす。しかしその意味のない塔の最上階だったか。次へ向かう場所ってよ、行って何が起こるっつうんだよ。そんなとこまだ聞いてねえしさ。そうだな、まだ教えてなかったな。実は秘密だよ。まあまあ落ち着いてくださいよ。とにかくお楽しみっつうことで。その口ぶり、小僧、貴様何か知って無駄口叩いてないで向かうっすよ。シンバちゃんの記憶は大丈夫なのかい。そういえば行き先は意味のない塔っす。うん、わかったわかった。あれ、ドリューご一行。意味のない塔、脅し穴に落とされたかの宿命の地。ドラマチック止まらない、宿命青春ラインだぜ。うるせえドリュー、私たちが隠れてんのバレんだろうが。早せぼねえしおるぞ。恐ろしいぜ。でもなんとか魔王一行みんな無事みたいでよかったね。まったくだぜ、一時はどうなるかと思ったけどほっとしたぜ。てめえら全員ドアの角に小指ぶつけろ。んでしね、痛いしひどいし。まあ、俺たちも、北西諸島を回ったわけじゃないんだぜ、無意に。次の意味のない塔でリベンジマッチだぜ。望むところだっつーの、腕が鳴るね。もうちょっと急いでよね、ん?なんだ?あら!あらあら。お父さん急に便意を要すから肉汁たちの次の目的地わかんなくなっちゃったじゃない。久し、一週間ぶりの通知だったんじゃもん。ちなみにな、ツヤツヤのプリプリと見事なトーク。説明すん。言い方ひどくね、もうちょっと言い方さわないかな。我々ものすとガラスの10代だから。どう考えても10代じゃないだろ、お前。先客がいらっしゃったみたいだね。お、チャンスだぜ。肉汁たちのストーカーさんかちら。ごきげんよう。一緒にすんなと。お兄ちゃん、この人すっごい口悪いよ。この場合はどっちもどっちというか。はっきりした口調で喋れかず、イライラさせんじゃねえよ。お兄ちゃんにひどいこと言うな。うっせえチビ。生き生きとしてんな、エライザー。お互い気の強い女の子を抱えてるみたいだね。一言とは思えないよ。真珠をお察しします。いろいろ大変でしょ。君とは気が合いそうだね。お兄ちゃん何か言った。ふっかばす。もう意外と気が合うんじゃないかこいつら。して肉汁たちの次の目的地掴んだようじゃな。次の目的地は意味のない塔だぜ。再登場だぜ。あのやったら暑くて寒い塔か。億劫じゃの。登りたくないの。お家でぬくぬくしてたいの。何かもう一回挑戦したと、一回挑戦した塔みたいだし、今回はスルーしてない。いっそ落ち。お兄ちゃん、次の目的地も決まったみたいだし、先回りするよ。こうやってストーカーして先回りしてたんだね。ありがたいやら、はた迷惑やら。そこの黒不動のお姉さんに肉汁を渡さないからね。あいつを倒すのは私たちだっつーのバーカ。道中を気をつけるんだぜ、じゃあな。変わった奴らだったぜ。あれだけど、誰だったんだろう、結局今の人たち。そこ確認しといた方がよかったんちゃうか。ちゅうわけで、進むわけが、ちゅうわか、今回やばい。録画時間がやばい。録画時間がやばいよ。やばいところ来てるよ。あはまずい、イベントがこれ。全部が狂ったまま、ついにここまで来てしまったのね。残った仕掛けはあと一つ。第七世界の魔王にかけましょう。彼と肉汁の絆に。彼らの絆が強ければ強いほど、奇跡は起こるはず。起こしてみせる。すべては、新たな魔王肉汁様の誕生のために。どういうことなんだってばよ、つまりこれ。
はい、ちゅうところで、今回のパートは切りたいと思います。はい。次のパートでお会いしましょう。またね。